こんにちは、はちゃまる TV のはちゃめちゃです。今回はリーシン vs 死んじゃうの動画になります。はちゃまる TV。 リーシンといえば上手い人が使えば強い、弱い下手な人が使えば弱い、相手はアウトプレイして初めて光るチャンピオンだと思われがちですが、実は比較的簡単に扱えるコツがあります。もちろんそれでも難しい方ではありますが、今回はそういった面を紹介できたらなと思います。ではリーシンの動き方について。 1v1 性能が高いと思われがちですが、実はそこまでは高くありません。ただし Q や W でのブリンクでの機動性の高さを生かして勝てる時の 1v1 を強制的に強いる、負ける時の 1v1 は逃げることができるのが強みです。また Q で飛びつき、後ろにワードやフラッシュで飛び、ウルトで味方に飛ばすというのがインセクと呼ばれる定番コンボですが、そういった忙しい操作を狙わずとも、例えば横や後ろから回ってきてワードジャンプからのウルトなどでも十分効果的です。単純にピール用に相手のタンクを ADC から剥がすように打って相手のキャリーに当てたりするのもかなり効果的です。また Q は当てれないという人も、ウルトで飛ばしている間に Q を打つことによって相手動けないで確実に当たるという技術を使えば簡単に当てられるようになります。そんなわけで難しそうで敬遠してきた人もぜひリーシンをやってみましょう。ほな、実際の動画に入ります。この戦い、良き試練になりそうだ。というわけでね、赤バフからゴーレムとスキルの間に A を2回で挟んでいきましょう。死んじゃうが気に入ったと。いいですね、そのワード。ガチででかいね、そのワード。誰かいたか知らんけど、メンガやろな。それはフラッシュをするかもしれない。そうか。まあ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 、これは別にレオナ来ても問題ないな、さすがに。死んじゃうがどこにいるか正直わかんないけど、こっちのアップに入ったら素振りはなかったんだよね、動きを見てると。ただ赤バフしか持ってなくて回ってるとすると、そんなにマナも残ってなければ HP もないはずだよね。だからミッドに圧を入れて、カニはある。だったら多分取ったら大丈夫だね。トップを守りに行きましょう。いた。でスマイトで回復して殺すと。いいね。相手のジャンプが死んだんでね、どんどんカウンタージャンプしていきましょう。ここら辺かな、死んじゃう。入力したら。ここにはさすがにいないと思う。うん、相手の死んじゃう 16CS。赤バフ取った後にトップ行く 16CS ってことは、ジャングルモンスターで4つ。1、2、3、4、全部取ってる。ってことになります。なので絶対に、これを割る。この下にいるよね。うん、
それは分かっていて。で、20CS4 増えてる。10中8個カニをやっただけ。で、ボットに行っただけ。っていうのが想像できる。で、ガリオガミとどうやって押してるのを見て、ここら辺に入ってきてる可能性もある。ので、8話かもしれないけど、俺は論争2本持ってる。あいつは赤スマしか持ってないから入ってくる。何目は？想定外だったね、正直。これナイス。なんかアボフ持ってるけど、アボフないよ、当たり前だけど。このまま押してくるかな。押してきてる。いいね、これ狙うには。相手が毒ある。こっちはこれだけだけど、これナイス。これは押さなくていいな。相手も TP ないし、いいですね。あー、相手はこっちの下側にいる可能性が高いけど、入りたい、本当は入りたいんだけどワードがないんだよね。来られた際にフラッシュもないから、ちょっと怖い。ミッドもリコールした。これやめましょう。だと思うんだけど、どうすか、お、もう一発、ナイス、オッケー。いいね、今の。全員ナイスプレイ。オッケー。いいですね。わ？カニの方が、相手のプレイヤーよりスキル上手いね。感じ。信者が序盤に020なのはかなりいいですね。あんな感じでね、入ったり出たりを繰り返せるといいですね、リシン。さて、相手 CC が多いけど、ルーンに CC 低減の強靭を入れてるので、代わりに旅を変えると。こういう対象して CC とかに対してはマーキュリーがほぼ必須になってくるけど、強靭、を入れてるおかげで旅を行ってどっちにも対して耐性をつけることができると。ああ楽しかったね今の。なんで2ショックあったなって
俺が行くまで耐えれそうだけど、ジャングルに逃げ場あるからね。ぜひ戦いたかった。夫がミア。仕掛けた。うん、でもさすがにリコールタイミングだと思う。ちょいでちょいで。当たれ。よっしゃ、ナイス。トップダイブはあり。GP ノール。ラプターかん、あ、ないのか。なんでレオナがいるか。我が竜は劇場を持って答える。ウェーブが来る来る来る。行こう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 。外しまーす。いいですか。オッケー、ナイス。いいね。割れる。おお、うん、行くの。何をやってるか君は。ああ何をやっているか君は。あいつどこ行ったんだろう。はい、死んだ。GP っていう。GP ってなる。終わってから考えよう。いた。さよなら。俺が悪かった。と思うじゃん。あ、フラッシュされた。あ、え？シャットダウン。味方が倒されました。え？これ、え？え？ What？ え？ What？ え？ AP？ AP？あ、リキャップさん、リキャップさん、これ V3 のリキャップさんだね。いいね、いい感じだね、このゲーム。まあね、真面目な話をすると、AP、AP がり、じゃない、レンが、うん、いや、真面目な話何もなかったわ、今。何も真面目ですなかった。この話終わりで。OK。さて、死んじゃうをちょっと探しに行きましょうか。いつでも殺す。ああ、ボットライブ、いや。ウルトもあるし。正直、シンジャーを探しに行くか、ジンクスを殺しに行くか、カバフはない。ジンクスは下がる。ああ、JP ウルトでカバーね。オッケーオッケー。ウルトから入って、Q を打つ。壁に向かっていると、まあ、壁じゃなくてもいいんだけど、先にウルトから入って、確定ヒットにすると。ウルトはもちろんノックバックだけど、ああやってね、あ、やばい、ガリウルトが来ない。遠かったな、ガリオが。前歯ここに輪だったもんな。トラックルは、そう、さっきの話に戻るけど、ムルトをしてね、壁に蹴り込む。もしくは、単純に蹴って、飛んでる間に Q を打つと、Q がね、スキルショットから、確定ヒットのスキルに変わるから、そういう使い方を意識するんですね。いいですよ。まだやるべきことがある。うん。カバーしたらいいかな？うん。ウルトがないんだよなぁ、でも。残念ながら。この拳があれば武器が武器だ。
味方が倒され、あれすること言ってなかったか。やばいかもしれない、これ9打つか。本当はこっちに9打たずにこっちに打ち張ったんだけど、足りないな、しょうがない。回収一人でいいかな。まあ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 、反対に効果もね、いいでしょう。トップも勝ってるのか、エピレンが正直わからんけれども、まあいいでしょう。ドラゴンやりましょう。味方がタワーを破壊しました。これいらない、これ。あ、クレーンスあったのか、分かる。 OK、ナイス。ただトップのウェーブロスが激しいな、こっちは。味方のタワー押せないウェーブ。おお、なんかよく飛んでくるね、いろいろよくられたな、今のは。うん、いやいや、あー僕ワードないんですよね、飛べない、残念ながら。あっち下がってるの大丈夫か、あれ敵寄ってきそう。見通っちゃう。あっち下がってる間にテレポ止められてるな、当たり前のように。でヘラルドを使ったらトリンケットが回復するんだよね、クルダウンが丸ごと。ミッションはね、ウルトあって人数差があってね、どんどんこうやって狙っていきましょう。クレーンスあるよね、君。なかなか。OK、ウルト入った。ルートアウトされそうだな、この感じ。味方のタワーが破壊されました。あれ。ラグかな。龍にも休息はいる。大丈夫。なんか起きたときは、とりあえずラグって言っとけば、全て解決するんで。覚えていきましょう、皆さん。で、リーシンの、この、さっきもヘラルドの小技。もあるけど、これもう一個。トリンケット、黄色トリンケットがクールダウンの時にこうやって赤トリンケットに変える。で、赤トリンケットがクールダウン終わった時に、もう一回黄色トリンケットに変える。クールダウン回復した後にね、使える状態でもう一回黄色トリンケットに変えると、黄色トリンケット二つの状態で
もう一回戻せるから、リーシンとか特にワードが大事なキャラはすると結構ね、ワードの回転がいいけど、代わりに当然赤トリックとの間はワードないから、絶対にそういう時はちゃんとピンクを買っておくこと。こいつ撃っているけど、まあ、いいか。今9あってあいつ死んだけどな。まあいいないか。どうしようかな。俺いらなくない？ナイス。今の人ファイト見てた人はちょっとね、ブルートした後に A を蹴り飛ばしてる間に A が入れる、これも大事と覚えておくといいかもしれないね。ただですね、今回はトップがね、赤バフトップリンクの信者のムーブをね、予測していいワードを打ってくれたおかげで、いい練習会から始まって、そこから、トップ側のね、インベートしてきてる信者と、押してたトップレーンと一緒にね、潰し勝ったところから、相手のジャングラーはね、行く先々でカウンターガンクされて、こっちもね、ダイブをね、いろんなところで決めて、アドバンテージを離さなかった。いい試合でした。お疲れ様です。